この後はアンジェラのお二人からのコメントをお送りします。アニメロティック、 HBC ラジオアニメロティックをお聞きの皆さん、まゆさん、こんばんは。アンジェラです。ボーカルのあつこです。同じくアンジェラのカツです。はい、今回はですね、北海道に思いを馳せて私たちおしゃべりしております。はい、好きなお菓子は三宝六。はい、僕は好きなお菓子は白い恋人でも地元の人は食べないでしょ。そうなんですかね。はい、北海道の鮭も取り寄せしました、はい、早くそちらに行きたいです。そんなアンジェラですが、6月の17日に、はいはい、アンジェラのミュージックワンダー大サーカス2019というライブのライブブルーレイ発売になりました。ありがとうございます。はい、こちらね、昨年末、令和元年最後の日の大晦日に、LINE キューブ渋谷という渋谷公会堂で行った私たちのライブ映像作品となっております。はい、どんな作品ですか、勝さん。こちらはですね、一言で説明するのは非常に難しいんですけど、笑い、はい、感動、ほい、サプライズ、ほう、さらに、はい、笑い、笑い、追加で笑い、笑い、そんなライブになっております。せめてこう涙とかさ、なんかそっち行こうよ。そういうのいらないです。はい、もちろん代表曲、はい、そういうのあります。代表曲もたくさん歌っているし、あとですね、アンジェラのセカンドアルバム IO の中から Maybe Maybe とか、なかなかライブでは歌わないような曲も歌っているので、ぜひ皆さんチェックしてください。ということでですね、現在6月なんですよ、カツさん。はいはいはい、で、過去6月に放送された、発売されたアニメや特撮やゲームの中で何か思い出深い作品がありますか。これはですね、もう調べました。お、むしろ調べてもらってました。そうですね、はい、むしろリストまで作ってくれましたありがとうございます、アニメロティックのスタッフさん。これですね、1個どうしても外せない作品が入ってまして、なる、これもアンジェラ今年でデビューして17周年そうです迎えたんですけども、はい、2011年の6月、うん、こちらにですね、はい、通え中学出た、通え中という作品ありまして、はい、なんて言うんだろう、アニメというか、まあアニメなんですけど、うん、なんとこちらの中の、1話アンジェラがリアルアンジェラ役として声優をやってるんですよ。はい、出演させてもらってます。はい、はい、これはね、思い出深い作品となっておりますので、はい、皆さんどこかで見れる機会があったらぜひぜひチェックしてみてください。はい、そんなアンジェラですが、うんうん、なんと、今年の年末12月の27日、こちらにですね、横浜パシフィコ横浜国立大ホールの方でアンジェラのミュージックワンダー大サーカス2020という、はい、今年を締めくくるライブを予定しております。はい、はい、ちょっと先になるし、まあ、北海道からね、距離もあるんですが、はい、アンジェラのライブめちゃくちゃ楽しいので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい、チケット発売中で、詳しくはホームページをチェックしてみてください。はい、ということで、最後にこちらの曲をお聴きください。アンジェラで乙女のルートは一つじゃない。アンジェラのあつことカツでした。したっけねー。